のヒントプラス第628回目お届けいたします。小島です。よろしくお願いします。お願いします。今日は続きです。はい、続きになります。じゃあこの運のいい人ってどんな人かなっていうと、まあ、他の人より圧倒的にやっぱり多くの行動してる人っていうふうに思うんですね。はい、運のいいと思われてる人はだから小さいテスト的な行動を何度も何度もこの繰り返していたりとか、話す回数が多いほど、まあ、うまくいく回数も必然的に、まあ、試せば試すほどやっぱりまあ、失敗もしますけどうまくいく回数って多くなるじゃないですか。はい、なので過去の経験でも運がいいって感じた時は振り返るとだいたいいろんな種まきしてるんですよ絶対。うん、っていうことと、あとはこの人生はこの半丁博打ではないのがこれ重要だと思っていて、はい、二者択一ではなくて、うん、何かを決断したりとか選択したりするときに同じ失敗をしないようになんかこの必要に応じてこの微調整していくっていう、こういう行動を取れば取るほど成功するので、なんかもうその完璧主義というかダイエットもね、もうそうですけど、なんかちょっとなんか食べちゃったらもう失敗だとかっていうような、なんかもう白か黒かとかっていうような人っていうのは全然ダメで、この何かちょっとうまくいかなかった時にそれを何かのせいにしないで絶対に理由があるはずだって言ってちゃんと振り返って、あれもしかしたらここがダメなんちゃったんじゃないのかっていうことで、それをちゃんとなんていうんですかね、その仮説を立てて正しいかもしれない方向をもう一回やってみて、ダメだったらまたっていう風にして、ちょっとずつでもいい方向に、一度でもいい方向に微調整をしていくっていう、多分そういうのができる人がまあ運がいいんじゃないかなと思っているのと、あとは僕がまあいつも大事にしているのがこの全てを記録するってことですよね。やっぱり運がいいと思ったことでもそれがおそらくこういう原因だったんじゃないのかって書いとかないと忘れるんですよ。はい、もう下手すると午前中のことなんてランチの後忘れてますよ。なので運がいいと思ったことも運が悪いと思ったことも、まあ、覚えてて1日だと思うんですよ。それをこういうことが起こった、それはこういうことがいいことも悪いことも含めて原因だったんだろう、いいことだったらじゃあこれはこういうことを他にも応用しようとか、悪いことだ、運が悪いって思うようなことだったらおそらくこういうことが失敗だったんじゃないのか、それは分かんないですよ、仮説かもしれないんですけど、仮説を立ててこれが原因じゃないのか、じゃあ次起こった時はじゃあここは直すっていうことやんないようにするとかっていうことをやろうっていうふうに仮説を立ててっていうところまでをその僕はまあマインドマップにまとめてますけど、この常にそれをさらに見直す習慣っていうのを身につけると、まあ、結論としてはこの運がいいとか運が悪いっていう錯覚にまあ逃げ込むと、なんかその自分の考えを修正したりとか失敗から学ぶとかできないので、まあ成功やまあ幸せから遠ざかるから、まあ結果的にまあ運がより悪くなっていくと。だから本当にね、運について考えれば考えるほど運が悪くなっていくだけっていう。だから運が良くなるには運を考えない。もう必ず原因、うまくいったのも理由とか原因っていう。で、特にダメだった場合は反省っていうのを必ず、そこからもう無理やりにでも、もうこじつけてもいいからひねり出すっていう。で、それを必ず書いておくっていう、そういうことをやっていけば必然的に、まあ、自分自身もそうですし周りから見ても運がいい人っていうふうに思われるんじゃないのかなと思います。はい、でですね、あとね、最も危険な幸運っていうのがこれは宝くじに当たることだと思ってるんですよ。もしくはいきなりとんでもない利益が出ちゃう、初めて起業したのにいきなり利益が出ちゃうとか、はい、もうこれも含めた、それも含めて宝くじって言ってますけど、はい、もうこれが最悪だと思ってるんですよ。うん、はい、もう宝くじもしくは宝くじ的な完全な棚ぼたによる幸運ってやつですね。うん、はい、これアメリカではなんか宝くじの高額当選者ってメディアでよくニュースで出ますよね、なんかすごいの当たった人とかって。そうです、ね、日本だと出ないじゃないですか。でもアメリカって出たがりなのか、普通にインタビューに答えるじゃないですか、顔出しで。日本よりも金額も、あとそう、金額も何十億当たり前で、何十億何百億とかってあるじゃないですか。はい、なのでそういうたくさん、そういうその実名で出ちゃうんで、高額当選者のその後の人生を追った研究っていうのがいっぱい存在するんですよ。はい、終えるわけでもう誰だか分かってるんで、はい、そうするとほとんどの当選者はこの当選直後はまあ大きな幸福感があるけど、この2年から5年後には多くの場合当選前よりももう幸せになってる人がいないっていう、間違いなく不幸になってると。でこれはいろんな理由があって、1個はこの大金に圧倒されて
快楽を優先してこの思うがままに行動する中、意思決定の衝動システムっていうのがもう脳にあって、それに流されてしまうらしいんですよ。で、高額当選者のほとんどは超富裕層じゃないんですよ、一般人なんですよ、うんうん、でいきなり3億とか10億とか、まあ、日本だと3億かもしれないですけど当たると、そこが経済のピークじゃないですか自分の、はい、でそうすると月給25万円の仕事ってバカらしくなりますよね。なので会社辞めちゃうんですよやっぱり。でそうするとここで社会との接点が消えるんですよ、はい、で大きな罠は何かっていうと、人間は自分が扱える以上のお金ってうまくコントロールできないんですよ。今まで扱えた以上のお金、例えば年収1000万円で貯金3000万円の人は3000万円ぐらいの入ってきたら大丈夫なんですよ。でも月8万円のフリーターのお兄ちゃんに3000万円入ってきたらもう大変なんですよ、コントロールできないんですよ。だからじゃあ年収1000万円の人が7億当たったらコントロールできないんですよ、もうやりようがなくなっちゃって、そのもうあの大金に圧倒されて、その衝動システムっていう、そのもう快楽を優先でも俺はもう神だって言って、もう何でもできるって言って、もう好き勝手やりたい放題っていう風になってくっていう風になっちゃうらしいんですね。でこの浪費を繰り返して、例えば怪しい投資話に騙されて、まあ家族とか親族もまあお金に狂っちゃって、まあ最後破産したりとか、あとはあのもう一個かわいそうなのが、人間って最もお金を持ってた時の全ての感覚が基準で、それってもう脳内では一生抜けないらしいんですよ、もう。なのでそれからあと減っていくだけじゃないですか、はい、だからもう不幸になる以外ないんですよ。でゼロになって、でも耐えられないから借金をして終わりっていう。だからどんなにあの賢い小学生でも、例えば小学生に100万円渡して月に使っていいよっていうのと同じなんですよ、どうなる結末は、うんうん、そうらしいんです。なのでこの突発的に舞い込んできた幸運を生かすかどうかっていうのは、あのまずまあ運を味方につけるその準備っていうのは、その器になっているかどうかっていうことと、それをコントロールする経験値があるかどうかでまあ決まるらしいんです。でこれってここの聞いてる方も含めてですけど、よく考えたら、今の状態で考えたらですよ、高額当選の前は頭ではいやいやと、7億入ったら全てを投資信託に投資して年 5% で回すっていうことを理解してても、実際にそのお金が来ると絶対できないんですよ。でなんでかというと、高額当選者のアメリカの破産した人の中のかなりの割合で銀行員とか証券会社のバリバリのプロとかが普通にいるのに、入ると分かってたのに全部飛ぶらしいんです。もう無理なんです、そういう証券会社でバリバリの顧客のお金を何百億も扱って運用した、自分のお金じゃないですよ、はい、顧客のお金をやってたような、だから証券会社とか金融のエリートの人たちが高額当選しちゃうと全部ぶっ壊れるから、もうこの研究ではそういうふうに回せた人がいない、残念ながら。もう誰よりもそんなね、預けりゃいいっていう、しかも預け先も分かってる、場合によって預けたの運用してた人がですよ、そうなっちゃうっていうぐらいこの危険らしいんですね。なので結論としては、この人間のこの幸福度っていうのが、この自分の裁量権というかコントロールできる範囲がどこまでかっていうこととすごいなんか深く関係していて、自分の人生をどのくらい自分でコントロールできるところの実感してるかというか、その度合いが高いほど、まあ、幸福を感じるんですよ。だから資産5億だったら5億円の宝くじの当選者ってコントロール権ゼロじゃないですか。でも例えば僕がこの自分がまあ講師をやってる神経戦略塾とかで、じゃあ会社の売却で1億2億でしました、もしくはもう年収何千万にして、それで年間2000万3000万貯めて10年で3億とか貯めました、そこから運用してて5億6億になりましたっていう、そういう結果の資産5億の方が間違いなく幸せって、多分こういうことなんです。これコントロールできる中でやってるからなんですよ、はい、なのでこのなんかこの運をこの迎え入れる準備をしないままに運に頼ろうとすると、もう自分でコントロールできないものに身を預けた状態でいつも不安なんですよ、はい、だから頼れる対象がこの宝くじ的なものだと、もう当たるか当たらないか常に一喜一憂だし、まあそもそも当たんないですけどね、何千万1000万人に1人とか、まあ、でも当たっちゃう人はいるわけじゃないですか、なので大事なのは、例えばポッドキャストもそうですし、このポッドキャストでもそうだし、この僕が話してることって、まあ、答えを話しても意味がなくて、僕がやったことなんていうのは正直何の意味もないわけじゃないですか、時代が違うんで。マッチングビジネス塾でこうやったなんて、そんなことは13年前の話なんで、そうじゃなくて、それは魚なわけですよ。その中からどうやって釣ったのかなっていう、その釣り方を学んでもらえる人は多分運がいいって方向に行くはずですし、
なんで僕がやったことと13年前と同じことを無理やり今からやろうとする人、それは多分やっぱり無理なわけですよ。そうなので、なんかこの辺に運をなんか掴める掴めないっていうような、なんかちょっとね、僕は差があるんじゃないのかなと。なのでこの運が、あの、ただですね、残念ながらそうは言っても、とこれね、絶対どういうことを、あの、思ってる方が いるかっていうと、コントロールできない運というのがあります、絶対。これは何かっていうと、それはもう幸運と不運というのがあって、それはサイコロでやったら何が出るかっていうのもそうですし、うん、あの、例えば信号で止まってたら、どんなに安全運転しても後ろから追突されたと。で、場合によってはそれで、例えば後ろに乗ってた人が亡くなってしまったとかね、前とも自分も亡くなってしまうとかもあり得るわけじゃないですか。はい、これは、とか、たまたまその飛行機に乗っちゃった、うんうん、っていうのはもう、無理じゃないですか。はい、でこういうような、まあ、ちょっとその飛行機事故で亡くなってしまうっていうのはもうちょっと、まあ、もう究極系ですけど、自らの思考や行動で結果を変えられないものは、そういうものだけは逆に運だって思った方がいいんですよ。そうすると諦めがつくんで、もしょうがないんで。はい、そうなんです。運っていうのはそういうものにだけ使うべき。でもそんなのほとんどないですよ。はい、で特にこの不幸な方ですよね。はい、うん、もうもらい事故的なものと、もう自分は本当に誰がどう見ても関係ないのに巻き込まれちゃってる場合は、もう不運だと思って、でも何とかしないといけないんだ、そこから原因を考えても無理なんで、その未来に向けてどうやったらよりよく考えられるか、あとは場合によっては起こったことの事実は変えられないんですけど、解釈、意味だけを前向きに考えるとかっていうのは、こういう場合だけすべきなんですよ。でもほとんどの人は本当に運が良かった、悪かったな、しょうがないな、諦めなきゃなっていうのは、こういう時のことだけのはずなのに、全部になんかね、当てはめようとしちゃってる気がする。そうすると、せっかくうまくいくようなチャンスの種を全部なんか握りつぶしてしまうというか。なので、もう大事なのは、この自分で自分の人生をもうコントロールできるかどうかっていうのが全てで、だから仮にこの不幸な出来事が起こったとしても、あの、それを動かしがたい現実として受け入れるか、諦めてしまうからですね。それともその現実から何かを学んで、この諦めないで試行錯誤して繰り返して行動し続けて、まあ、幸運に転じるような努力を重ねるかと。それがこの、あの、方からの質問で、運をどう考えてますかって、まさに運とか、運がいいよね、運が良くないよねっていう分かれ道っていうのは、その起こったものに対して、まあ、どう考えてどう行動できるかっていう、まさにもうそれだけというか、だからもう運に頼るなっていう、もうどうしようもない運以外は運に頼るなっていうのがもう答えかなと思っていて、これはまあ、まあ、このポッドキャスト以外に僕が、あの、神経戦略塾っていう中で、さらにグループコンサルという中でちょっとね、少しだけお話しした話なんですけど、はい、僕この人生100年計画という話を昔したことがありまして、はい、で、その中でも言ってきたことなんですけど、まあ、さっきの5億円の話もそうですけど、この人は自分が少しでも成長している状態、右肩上がりの状態に幸せを感じるんですよ。どんなにいい給料でも、それ以上上がらないと幸せ感じられない。よく言いますよね、慣れちゃうって。はい、うん、なので仕事でも私生活でも何が起こるかは誰もわからないで、何が起こっても死ぬまで幸せを感じるためにはどうしたらいいかなっていうのを考えた時に、例えば資産運用も、まあ、一生右肩上がりだし、まあ、死ぬ間際というか、年を取れば取るほど、じゃあ20年30年したら、その最初の10年は大したことなかったのに、30年目から40年目にも直角みたいに上がっていくみたいな、だからより成長を年が取るほど感じられるから、年取ってよかったなっていう、だからこれもう死ぬのもったいないなっていう状態、うん、ってことが幸せであり、それ自体がもう運がいい状態を一生続けるってことだと思っていて、でリスクには何個かあって、1個は例えば経営リスク、例えばマーケティングで突然新規の獲得できなくなったとか、まあ、よくもうあのリスティング広告とか使ってると、ある日突然その審査落ちしちゃって、今までだったら OK だったお客さんの声が出せなくなったとか、突然強い競合が出てきちゃったとか、法改正とか、あとはその信頼してた幹部が独立して、さらにノウハウを全部持ってって別会社を、あの、取引先と始めちゃったとか、キャッシュフローがコロナもそうですけど突然悪化したっていうような、こういう、まあ、こういう経営リスクってあるじゃないですか、はい、であとはその資産運用も、まあ、株が大暴落したとか不動産が暴落したとか、さまざまな法改正で税金が、あの、今もその株 の税金が 20% からもしかして 30% になるとかって言われてたりとか、まあ、いろんなことがあったり、そういう海外の不動産の節税スキームが使えなくなったりとかあるじゃないですか、はい、あとはもう一番のリスクだと思いますけど、健康リスクで、その、まあ、病気になっちゃったり、メンタルがやられちゃったり、人間関係でぐちゃぐちゃになっちゃったりとかっていう、なんで
こういうリスク、何がリスクかっていうのをちゃんと考えて、その上でこの自分の意思でコントロールするんじゃなくて、もう勝手に良くなる、しかも常に良くなるっていう、そういう常に右肩上がりっていうのを、いう仕組みを、そのビジネスも資産運用も健康とかも含めて、どういうふうにそういう仕組みをまあ保有していくかっていうことがまあ答えだと思っていて、ビジネスだったら、まあこの僕がお話ししていることで、常に最終的にも人に任せて、あの事業を任せていくっていうことで、その前にまずまあ売却をして、もう生活費は大丈夫だよねっていう状態を確保して、それにさらにそれを増やしていくっていうふうにやりながら、さらに事業をどんどん拡大していくっていうような、あの感じで、最初は人に任せて失敗しながら苦労していくのは大変なんですけど、でも仕組みができてしまえば、どんどん自分が株主としてもう同時発生的にまあ事業が増えていくっていう、ポコポコいろんなところに芽が出てくるみたいにできますし、まあ資産運用もこれもいつも言ってますけど、そういうふうにあの平均まあ 7% とか、まあ、いろんなのを組み合わせばうまくいけば 10% ぐらい、 10% だったら7年で倍なんで、14年で4倍で、21年で8倍で、30年近くで10何倍とかなるわけじゃないですか。そうっていうふうにできますし、健康も、まあ、僕その海外の翻訳した本すごい読んでるんで、そうするとやっぱり運動した方がいいと、あの脳の活性化する、で体は衰えるんですけど、で体ってそれは50歳60歳70歳になったらどうやったって老化するじゃないですか。でも、はい、あのメンタルとかの中身っていうのの感性って老化しないで磨くことできるらしいんですよね、なのでそっちは健康にできるし、体もうまくやれば80歳90歳になっても、あの僕そういうのスーパーエイジャーっていうのを学んだんですよ。もう80、90歳になってこれからモンブランに登頂しますって目指すおじいちゃんみたいな人たちで、そういうふうにしたいので、でそのためにはその何にもやらないってダメなんですよね。適度なストレスっていうのが必要で、自分が選んだ適度なストレスが必要なんで、おそらく人間って一生やっぱり生涯現役でやっぱ仕事した方がいいと思っていて、でこの長い人生でこの運を意識しつつ、この思考行動生活習慣などをより良くなる方に常に軌道修正していくと、で結果的に幸福な人生を、それが歩む最大の秘訣であり、自分自身もすげえ運がいいなって思えるし、周りからもあいつ運、結局運がいいよなって羨ましがられる人になるっていうのは、なんかその運のせいにしないほど運が良くなる、運のせいにしたり運を気にすればするほど運良くなること絶対ないよと、間違いなく運悪い方に行っちゃうよっていうのが答え、はい、全問答みたいになってますけど、はい、答えかなっていうような、なんかで運って気にするとろくなことないような気がするんですよね、もう本当にどうしようもないやつ以外は、はいはい、どうしようもない不幸だけですかね、気にしなきゃいけない、その時は本当にまあ場合によってはもう叱るべき人に相談したりとか、でもそんなことってそんな簡単に起きないじゃないですか。大体の場合、やべえ運が悪かった、やべえ運が良かったっていうのは、そういう僕が今言った運不運じゃないですよね、多分。なんでなんかね、そのもう口にしない方がいいんですよね。口にすると脳で考えて口にしてるんで、もう運が悪かったって言った瞬間に反省しないですもんもうそれが終わるんで、はい、強制終了できる魔法の言葉なんですよ。運が悪かった、運が良かった、そうなんですよ。だからなんかそれをしちゃったら終わりなんで、もうできる限りそこに運に逃げないっていう考え方を持っていただくと、めちゃめちゃ運がいい人、運をコントロールできる人、運を手なずけられる人になるんじゃないのかなと思います、はい、まあ、それがもう答えかなと思います、はい、いかがでしたでしょうか。なんかね、結局運次第だって考えてしまうようになったっておっしゃってますけど、はい、まあなんとなくコントロールできるんじゃないかっていう、ね、で運次第って思った人は運が悪くなっちゃう、うん、だって運に逃げてるってことなんですよ、これ厳しい言い方すると、はいはい、なのでもう考えないで、必ず理由があると思って理由を必死に見つけて、それを書いておいて、特に失敗した方は必ず二度と繰り返さないとしても繰り返すんですけど、繰り返す確率を低くするために常に見て覚えておくということと、うまくいった場合は自分じゃないところに原因があるんで、その運が特にいい場合は自分にだけ原因を、そうすると見つからないんですよ。その場合は実は原因は周りのサポートなんです。そこまで気づけるようになると感謝の気持ちが生まれるんで、結果的に人間関係良くなるし、何かの時に不幸だと言われるようなところに来ても、そういう状うまくそういう風な周りに対してそういう感謝をしている人っていうのは助けてもらえるんです。だから不幸な方に見えてもガッとこう運がいい、最後運が良かったよねっていう方に引き戻してくれるんですよ、周りが、はい、
なのでどっちにもどっちになったとしても結果的にやっぱり運がいいよねという方になるにはもうその方法しかないかなと思います。はい、はい、経営のヒントプラス第628回目お届けしました。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。